はいどうもこんにちは、というわけでね、世の中で一番やりたくないホラーゲームやっていきたいと思います。というわけでね、正直なあの本当に嫌です。理由はあれよりも怖いから、なんだっけ、海症候群。というわけで今回はまあホテルの続きなんですけども、ちょっとですね、間取りがねおかしい、鍵がかかっているようだ。ちょっと全くね、ちょっと前回から時間空いちゃったんで、ちょっとよく覚えてないんですけども、特に何もなさそうですね。てかなんかもう探索したところも忘れちゃったっていうか、もう本当に何も記憶がない状態なんで、ちょっとどうしようかなっていう感じなんですけども。いや、まあ特に何も異変はないっすね。っていうか、ちょっと、大丈夫かな。やっぱやめるか、今日怖いからやめよう、普通に。やめます。すいません、やめます。はい、皆さんどうもこんにちは、ゲンです。というわけで本日は歌本たたりやるんですけど、皆さん本当にごめんなさい、やめたいです。本当にみんなごめん、やめたいみんなごめん、本当にやめたいんだが、もうマジでね、僕ね本当もうずっと実況してないから記憶ないよ、歌本たたり。ガチめに、もうさ、怪異症候群と違ってさ、ガチじゃんこれ、ガチ怖いタイプじゃん、本当に嫌なんだけど、本当に嫌なんだけど、本当に嫌なんだけど、でも嫌だっていう言葉を口にしてるから嫌なだけであって、意外と楽しいって思いながらやれば楽しいのかもしれない。助けて助けて、それは落書きなのか、ダイイングメッセージの線もあるよね、全然正直この場においてはね。というわけでね、助けてと書かれているが、僕にはどうすることもできない。なぜなら僕は何をしに来たんだっけ。まあ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 、いい、何、正方形の棚を初めて見たってバカなの。そこで仰天することじゃなくないねえ。一個聞きますけどねえ、蜘蛛の巣張ってる、蜘蛛の巣ごときでビビってんじゃねえよてめえ、この野郎。もっと怖い目合ってるくせにイライラするな、怖いし。ただでさえでさ、こっち向こう行くとさ、絶対追いかけてきそうなやつがいるわけよ。こいつ絶対受けてくる。人体模型、ジンタ、ね、地獄先生ヌーベでジンタってやついなかった？てかこれどこ探索すればいいの？みんなこれどこ探索すればいいか分かんない。みんな済んだかもしんない、もしかしたらこのゲームここに来て。特に何もないよな、言うて。てか部屋なんかどっかかしらね、部屋になんかあるはずなんですけどね、僕のこの怪異症候群の経験上。てかこのゲームにゲームオーバーって概念あんのかな、どうでもいいけど。うわ全くわかんねえ、謎解けてこねえ。もうほんとやだこのゲーム、マジでやだ、ほんと冗談抜きで。わお、こんな応接もあったんだ。これとりあえず1回行く？ 1 回行くか。ちょ、ラチャーかねえな。2回なんもねえな。あいつの横通んの嫌なんだよな、普通に。普通にガチやだ。普通にガチやだ。だから、やめて、その動きにくいの。で、これ無音なのやめてほしいわ。BGM つけてほしい。怪症候群ってちょっとロマンチックな BGM っていうか、ちょっとなんか感動的な、BGM あったけど、なんもないんだよね。ただ淡々と探索するっていう、そのね、無音の間が一番怖いの、ホラーゲームって。知ってる？みんな。無音の間が一番怖いんだよ。マジで押し込まれそうなんだけど。ほんとこのゲームね、やると体調悪くなる。なんか、怖いもん、普通に。格が違う、正直。何アイテムゲット？知らねえ。みんな鍵ゲットしたらこんなとこで。どう？この、一回とりあえず行こうっていう勘ね。ゲーム実況者としての勘。これぐらいね、みんなも勘が冴えるようにやってほしいですね。なんかちょっとお前動いただろ。お前動いた。気のせい。気のせいかもしれないね。怖くなんてないさ。怖くなんてないさ。くんく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 んくくんくくん。うわあ！地下に、何地下にって。
何地下って、何すか地下って、 RPG の中にある宝箱のような、何地下って、地下ってなんだよ、地下って何ねえ、地下ってなんすか、あれどこだっけ、次開いてない部屋こっちだっけ、うっひょー、マジ押し込まれそう、マジ押し込まれそう、何ねえ、な、何の鍵、ババラバベベベベビアベベレベーカーライトの鍵、わかんねえ、英語わかんねえ英語わかんない、みんな英語わかんないけど、どうしたらいい、鍵ってこっちかな、違うね、鍵ないね、なになになに、怖い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 、今 足が立ち止まった気がするけど、いやなんか怖いな、嫌だな、それそれ動き出しそうで怖いな、本当にマジで、本当にもうマジ無理、何地下だから、地下ってここかな、地下ここだと僕は思うんですけど、なんかこれ濡れてね、これ血で濡れてたっけ、血で濡れてた記憶ないんですけどね、濡れてなかったっすよね、さっき、なんかあれこんなとこ行けてたっけ、わかんねえ、わかんねえ、なんもわかんねえ、みんななんもわかんねえ、わかんねえ、血のついた、なんでお前はこんな冷静なの、錆びつきどこじゃねえだろ、これ絶対こっちなんかあんな、この壁なんもなかった、なに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 、開くだけかい、 This is a breaker box This side box light、 押しても反応がない、よいしょ、 This is a breaker box、 ちょっと待って、ちょっと待って、もう英語わかんないし、英語わかんないんだけど、とりあえず落ちてでしょ、ひとまず経験って大事じゃん、でみんな押せなくなっちゃった、え、失敗した、失敗してないよね、これバグだよね、でバグですよねこれ、ね、これそのさ、ちょっとやりにくいのやめて、これ積んだ、みんなもしかして積んだかもしれんぞ、え、みんなここに来て積んだ、積んじゃったのかもしれない、わかんないな、その動きが、クンクンクンクガンクガンクガン、チュ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 パパ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 パワー、ほんとマジ怖え、ほんとマジ怖え、どうしよう、マジ怖いんだけど、マジコアザウルス、何地下、地下がわかんねえんだけど、地下ってどこだよ、地下ってどこだよ、マジホリエモン出てきそう、心の中のホリエモンが、地下ってどこだよ、地下、地下ガチ行きたくないけど、ガチ行きたくないけど、地下がまず分かんないんだよね、違ってはいけない気がする、正解です、その間、どうしよう、今回はまたひたすら探索するだけの、この上とかになんかありそうじゃない、高価なもんだろうか、いやなんか複製されてそうなもんだよね、これとかも全く同じじゃん、これ全く同じじゃん、これは高価なもんじゃないんですよ、複製品なんですよ、地下ってわかんねえんだけど、ねえわかんない、地下が何、地下って、ちょ、まず持ち物がさ、お守り、会議を記念、マジやめて、ほんとやだ、まあ、マジこのゲームやだ、あーははー、これもうやだ、あー、ね、なんでさっきボタン押さなかったの僕、なんで、てかボタン、おい、バグだろこれ。これボタン押さないと進まないだろこれ絶対。絶対ボタン押さないと進まないじゃん。いやー、しくった。嘘でしょ？しくった？ This side box is for right. あー、失敗したかもな。マジか。終わった。落ち、うわー、もう。
押すか押さないか選ばせろよ。まず、なんでお前はこんな冷静なんだ、こんな頭おかしいことになってるのに。ちょっと他のあの部屋のさ、ちょっと荷物でも調べてみようぜ。荷物、多分ね、こういうボックスとかになんかあるんだとは思うんですよ。ペンとメモ。おお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 おう、怖え。ちょっと本当に頭おかしくなりそう。ないね。ちょっと待って、本当にマジで詰んだかもしれない。ちょみんなごめん、ちょっと一瞬、ちょっとみんな、ちょっと今日ここで終わりするわ。ちょっと積んだかどうかだけ、ちょっと次の動画まで調べていきます。ちょっとすいません。ここで終わりにします。また次回の歌本タダでお会いしましょう。じゃあね。